一人暮らしにおすすめのコスパのいいテレビ教えてください。はい、わかりました。まあ、最近ねテレビ番組見ずに YouTube とか Netflix とか Unext とかそういうので見られる方結構多いと思うんで、まあ、そういう方にぴったりの商品紹介していこうと思います。はい、実際にエリオン店員が使ってるからガチでおすすめのやつやんな。一つ目はこちら、東芝の32インチのテレビでネット動画対応でだいたい4万円台ぐらいです。今めちゃくちゃ人気高いです。続いてはこちら TCL のチューナーレステレビ、チューナーレスなんでテレビ番組見ない方にはぴったりです。しかも50インチで大きい画面なんで 4K なんですけど5万円台で買えちゃいます。